林芙美子文学碑と背景の尾道水道文学の小道は、広島県尾道市の千光寺公園にある遊歩道。千光寺山頂から途中千光寺敷地内を通り、千日稲荷まで続く、全長約 1km の遊歩道。道沿いの自然の巨石に、尾道ゆかりの作家、詩人など文化人らによる作品を刻んだ25基の石碑が立ち、横にはそれぞれ説明看板がついている。これら文学碑を結ぶ小径が文学の小道と呼ばれ、観光客に親しまれている瀬戸内海に面した港町である尾道は、古くから美しい歴史ある観光地として有名で、志賀直哉や林芙美子など多くの文人が訪れ、中にはそれを記念して文学碑が作られた。1965年1969年の2期にわたって、尾道青年会議所が整備し、市に寄付した。林芙美子文学碑とそこから望む尾道水道の風景は、尾道を紹介する風景として、特に有名。中村賢吉文学碑はコースから少し離れ、旧居前にある。道の途中には1998年10月に行われた大相撲尾道場所を記念して作られた記念碑も立っており、貴乃花、曙、若乃花、武蔵丸の4横綱の手形が彫ってある。なお、場所によっては段差のある坂道もあり、登山道に近いところもある。徳富祖峰前田初山正岡式、1895年、日清戦操縦軍記者として、尾道を通過した時の作品が刻まれている。物買、十返舎19、年代は不明だが、山陽道漫遊中に、尾道来遊時の作品が刻まれている。金田一京介、1955年、尾道来遊時の作品が刻まれている。恵美水院志賀直哉、安夜航路の一節。筆者は、小林和作。林芙美子、放浪記の一節。筆者は小学校当時の恩師である、小林正夫。尾形公庵、1862年初夏、尾道来遊時の作品が刻まれている。岩谷さざ波、1932年尾道来遊時の作品の一つが刻まれている。山口玄道、座右の銘の三文字が刻まれている。山口清史、1962年千光寺詣の作品が刻まれている。柳原白蓮、年代は不明だが、尾道に歌行脚した時の作品の一つが刻まれている。川藤碧梧桐、1910年、新傾向俳句運動を進める途中、尾道来遊時の作品が刻まれている。竹田、竹下、白秋、1835年8月1日、3人が、千光寺山に登り玉の岩で詩を作り石に刻んだ。紅の人も。松尾芭蕉、1792年10月12日、尾道で行われた、芭蕉王100年祭を記念して建立された。中村賢吉利用、作者不明。古くから尾道で愛称されている。吉井勇、1936年、浄土寺や千光寺に詣でた時の一首が刻まれている。古歌、作者不明。古くから尾道で愛称されている。小杉法案、1954年頃、尾道来遊時の作品が刻まれている。寒茶山、1793年、鼓岩に登った、賽の流しの一節が刻まれている。人幕九五郎、九人、手形石踏みからなる。来山陽、1829年千光寺山に登った時の作品が刻まれている。ありがとうございます。